親孝行って何って考える。でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なものを頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使って言ったあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。貧乏って何って考える。へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかった。あの頃、昔話を語り出すと決まって、貧乏自慢ですかという顔をするやつ。でもあれだけ貧乏だったんだ、せめて自慢ぐらいさせてくれ。最後は笑いに変えるから、今の子供に嫌がれるかな。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。今なら何だって注文できる。親の顔色を気にしてチキンライス。頼むことなんて今はしなくてもいい。好きなもの何でも頼めるさ。酸っぱい雪が炊き込める向こう、見えた笑顔が今も忘れられない。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、でかいケーキ持ってこい。でもまあ全部食べきれるサイズのな、赤坂プリンス抑えとけ。スイートとまでは言わないが、七面鳥持ってこい。これが七面鳥か、思ってたよりでかいな。やっぱり俺はチキンライスがいいや。はい、こんばんは。今夜チキンライスを歌いました。2021年1月の19日、火曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。今日も遅くなっちゃったけど、なんとか生きてますんで、こんな風に、じゃあ、やってます。じゃあ、今日も YouTube でライブ配信しましょうか。急ごう、急ごう。ね。あ、寒いね、今日ね。今日暑かったのも、寒かったね、ほんとね。大寒っていうぐらい、ほんとさ、ブルブルじゃった、ほんと。ね。でも部屋の中あった、まあ、電気カーペットあってエアコン入ってるからね、部屋の中あったかいけど、見たら誰もいなかったからね、まあ、でも少しずつ温まってくから、寝る頃にはね、もう温まると思うんだ、だいぶね。じゃあ YouTube ライブ早くして、2時ぐらいに終わろうね。今日昨日の小麦のおでんね、あれちょっと足して、また、それだ、あれで熱かんかな、今夜。水耕生存確認。2021年1月の19日火曜深夜。あー、寒い。ラブレターフロムカナダ。もしもあなたが一緒にいたらどんなに楽しい旅でしょう。ラブレターフロムカナダ。色づく街を歩いていると涙が頬にこぼれてきます。あなたの声を思い出してカナダの夕日見つめています。息が止まるような気づけをどうぞ私に
投げてください。ラブレターフロムカナダ、あなたのいない一人旅です。ラブレターフロムカナダ、あなたの愛を確かめたくてわがまばかり言いました。ラブレターフロムカナダ、二人の恋が真実ならば離れていても寂しくないと二人の夜を思い出して薪の明かりを見つめています。息が止まるような口づけをどうぞ私に投げてください。 Love letter from Canada、あなたのいない一人旅です。息が止まるような口づけをどうぞ私に投げてください。 Love letter from Canada、あなたのいない一人旅です。はい、こんばんは。今夜はね、カナダからの手紙を歌いました。2021年1月の19日火曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつもの4歳でな生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんは。あーさんどうもね、キレスさんどうも、あ、遅くにどうもね、ミゴーさんどうもね、うん、ボミカさんどうも遅くにありがとう。あー、さてもうほどちゃん、今日は暑かの、もう寒いから今日は暑かの、もうね、暑かの用意。ああ寒い寒い、ああ寒い寒い、本日は暑かんだ、暑か匠大だ。これだけにしとこうね、もう遅いからね。じゃあつけていきます。エアコンついてるよ、エアコンはね、電気管といってもね。今日は昨日の一緒だ。昨日の一緒に煮たやつ、練り物、おでんかな。昨日のおでんです、今日。これで一杯飲もうか。いただきます。昨日のやつね、どうもね。こんにちは。では昨日の残りです。今日はね、こんな感じで。おでんね。はい、いただきます。海も温めてた。焦げちゃったけどね。うん。ちくわぶく行こうか。うん。うまっ。
レーボール。アンドリュー。あ、山さんの。これ大根。あ、やっぱ二日目はやっぱよく見えてるね、昨日の方がな。うまい。うん。あ、うまい。これなんかね。うまい。これは、あれガムか。うん。ああ、あったまんね、このね。うん、うまい。大根。今日はね、あれ、もき巾着また足してきた、あれ、一パック。それ、新たに入れたもき巾着。足して、また、ちょっと汁がね、やっぱ少なかったんですけど、焦げちゃったね。うん。ああ。うん、うまい。ちくわぶ最高。うん。部屋寒いからだ。うん。もち巾着。超入れたやつね。うん、うん。だから今帰ってばっかだからね。ずっと留守だよ。一人暮らしの部屋だからさ。死ぬも誰もいないんでね。部屋閉めてたから。それでね。うん。うん。全部好きで嫌いなもんないから。うん。特別嫌いなもんないんだよ。うまい。卵。うん、うまい。ああ。うまいね。うん、ああ、こんばんは。ばあさん、ば若い子ならみん、若さにはかなわないよね。うん。まあ、明日行こうか。じゃあ、明日持ってくんで、こんばんは。じゃあ、昨日の残りのと、っていうか、昨日と一緒でおでんです。そう、またいいよね。うん。じゃあ、熱燗持ってこうか。じゃあ、これは熱燗ね。ね。熱燗行くの。無意識は熱燗だよな、やっぱな。じゃあこれ一本飲んで。いやー、こんな感じで、いきます。ああ、いいね。いきます。はい、乾杯。今日は缶酒です。そう、グラスよ、うん。うん、お腹ピクピクでね、ほんとね。なかなか。うん、うん、あ、どうもね、三号さんね。染みてるな、味がな。キクワブ。うまい。うまい。朝飲むね。
4時過ぎに起きて、だ生島さんとが始まった頃に起きてるかもしれない。あれ聞いて仕事に向かう感じだな、生島さんに聞いて聞きながらラジオでね。うまい。やっぱ結構最高よね、これ。この歯ごたえがいいんだよな。これもう聞きに来たくね。これ1本1個だからね、これ以上飲まないよ。まあ野鳥からだとそんなになっちゃうな。始発が4時58分なんで、始発が4時58分ね、全部好きなもんね、それぞれ嫌いなもんないからね。Tシャツに直接手渡しね、Tシャツはね。まあ爆笑問題だね、火曜日は。爆笑問題のね、太田さんの奥さんが可愛いんだよな、ね、太田さんね、太田さんの奥さんが可愛いんだよ。風口で向こう町にあるんだ、今何？はい、おいしくいただきました。ポンミカが直接手渡しだからね、会えるときね。あ、若い子がいいよ、一つも20代30代の若い一つもがいいな。おばあさんはダメよね。中山が、じゃあよかったら、名古屋から、名古屋に会おうが、和歌山だったら名古屋でちょうどいいんじゃない？もう名古屋に出て、ね、ポンミカさんともし会うんだったらね、名古屋も出て、ちょうど二人の中間地点の大都市ってことで、名古屋だ、どうだ、よか名古屋。ポンミカさんは名古屋あたりの中間地点で。もし会うんだったら、でも、ね、会えるね、僕。新潟まではね、T シャツ手渡しで行ってっからね、ちゃんと会えるうちだったらやりますよ。名古屋だったらね、新潟もどっこい似たようなもんだもんね。まだ、カスリコ T シャツは手渡しのみだからさ、欲しい人がいたら、実際会って、うわけです。ああ、あったまる。この人は寒かった。うわ、愛知からここまで、家までの間寒かった、ほんと。電車の中も、まあ、コロナの影響でさ、電車の中もさ、換気してっからさ、あんま暖房効かないけど、まだね、あれね、よかった。剥げてませんよ、どこ白いだけ。そうよ、うん。手渡しのみ、一切優勝してません。
で、今2000円でお分けしてます。2000円っていうかの取りますよ。ああ、もう今日はこの辺で終わろうね。もうよくない日頃だ。おやすみなさいね。どうもね。わかんない。ポンミカさんとさ、ちゃんとさ、連絡取れたらさ、ちゃんとね、その時に実際電話番号をやり取りしてね、もし本当に、活字化 T シャツ欲しいんだったらね。うん。じゃあ今日はこの辺でおやすみなさい。でもね。じゃあ最後の歌いこうか。山さんどうもね。ありがとう、ボンビカ。じゃあよかったらね、連絡くださいね。じゃあ最後の歌。今日の最後はこの歌で締めようか。今夜はこの歌で。コスモス街道で締めようか。バスを降りれば、唐松林。塩気の降りた白いレストラン、秋の試食期で出会う人は皆なぜか目を伏せて、なぜか目を伏せ歩きます。コスモスの花は今でも咲いていますか？あの日の二人をまだあなたは覚えてますか？愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は駅号行く北の道、左は木曽まで行く中山道、続いてるコスモスの道があなたにかけた一つの季節、優しいシビは帰らないけれど、愛の思い出そっと取り出して、この胸に温め直す私です。コスモスの花は今でも咲いていますか？心の支えを今一人で訪ねてきたの。愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は駅号行く北の道、左は巣まで行く中線道、続いてるコスモスの道が、はい、最後は コスモス街道でした。どうもね。じゃあ今日はこの辺でおやすみなさい。それじゃあポンピカさん、その子に ねまたね、あれ反抗らしいね、もう遅いから寝ないのね。またね、明日のおやすみなさい。また締めの歌はね、コスモスカードでした。また明日ね。ああ疲れた。じゃあ、ちょっとね、